アラワシタケ氏は、モンゴル国、ホブド県出身でミネザキベアに所属した、元オズノオリキシ。身長184センチメートル、体重131.8キログラム、血液型は A 型、本名はエレフェバヤルドゥルゴウーン。最高位は、東前頭2枚目。得意技は、右四つより上手投げ。いわゆる、花の六一組の一人、父のエレフェバヤルは、 ソウル五輪レスリング4位の実績を持つ。少年時代は、サッカーやバスケットボール、水泳などに親しんでおり、2002年に出場した、相撲の世界ジュニア選手権で、曲集団に才能を見出されて荒い部屋に入門。同年、11月場所で、前相撲デビューを果たした。当時の公式記録では、身長183センチメートル、体重83キログラム。 少年時代はインドネシアに住んでいた時期があり、日本で大相撲に挑戦することには、抵抗がなかったという。幕下時代の2006年1月場所を、左肩の脱球で途中休場して、以降は、脱球癖がついて、休場を繰り返し、7度目の脱球をした2007年、5月場所後に手術を受けた。術後リハビリで3場所全休したため、西幕下22枚目から、 西女二段22枚目まで番付を落としたが、同じく現役時代は、肩の脱臼癖に悩んだ、千代の富士の相撲を研究して克服した。しかし、ようやく元の番付まで戻った2008年、9月場所後に、師匠の荒井宗屋方が、定年退職を迎えて、部屋が閉鎖されたため、花籠部屋に移籍した。度重なる故障や軽量から花籠部屋移籍後は、 心一進一退を繰り返した時期もあったが、怪我も言え、体重も増え出した2010年の後半からは、幕下上位に定着。2011年5月技量審査場所では、東幕下3枚目で3勝4敗と負け越したが、大相撲やお調問題で、大量の引退、解雇力士が出たため、7月場所で、極めて異例の新十両昇進を果たした。しかしその場所は5勝10敗と大敗してしまい、 一場所で、幕下陥落。2012年3月場所で、再び昇進するも7勝8敗とまたも跳ね返された。同年、5月場所後、経営難を理由に今度は、花籠部屋が閉鎖されたため、峰崎部屋へ移籍した。峰崎部屋に転籍して、最初の場所であった2012年7月場所は、東幕下4枚目で4勝3敗と、重量、昇進は厳しい星取りではあったが、 重量から、陥落してくる力士が多かったこともあり、場所後に、最重量昇進が決定。峰崎部屋から、初の関取誕生となった。しかしその場所も5勝10敗と負け越してしまい、一場所で、また幕下へ戻ってしまった。その後丸1年ばっかで停滞し続けたものの、西幕下非等の地位で迎えた2013年。 11月場所を6勝1敗で終え、場所後に関取復帰を果たす。最重量の2014年1月場所は、自己最高位を更新した西重量10枚目で発勝7敗、悲願である関取としての勝ち越しを初めて果たした。翌、3月場所は自己最高位を東重量8枚目まで更新し、ここでも12日目に勝ち越しを決めるなど好調を示し、 自身初の関取に桁勝利である実勝5敗の好成績を果たした。翌5月場所の番付には東前頭16枚目の地位に名前が載った。初土俵から所要68場所での新入幕は外国出身力士のスロー新入幕にとなる記録である。モンゴルからは前場所のテルノフジ以来21人目。この場所は途中で4連勝もあったが、 12日目に7勝目を上げてから3連敗で惜しくも負け越した。翌、7月場所は場所後半での6連勝も光り、10勝5敗の好成績を残し、9月場所は西前頭8枚目まで番付を上げた。その後は幕内から転落して6場所の重量暮らしとなった時期もあったが、再入幕を果たして3場所目の2016年。 11月場所では11勝4敗の好成績を上げている。安国神社法の大相撲土俵入りする、表し関2017年1月場所は14、場所ぶりに自己最高位を更新し西前頭2枚目で迎えた。4日目の地震初の横綱戦となった春馬富士戦を、含み初日から5連敗を起死したが、6日目には立ち合いからの素早い相撲で、 横綱各流に初対戦で勝利し金星。初土俵から85場所目での初金星獲得は、昭和以降で7番目の遅さで、外国出身力士では最も遅い記録である。さらに中日には7戦全勝だった初対戦横綱、白鵬に、各流戦に続く早い相撲で勝利し、白鵬の20日を合わせ力士に対する連勝を止め、この場所に正目を2つ目の金星獲得で挙げた。 その後も大関照ノ富士に勝利するなど、実力者相手に力を発揮したが、他の三役離力士には勝てず6勝を9敗だった。3月場所は、西の4枚目で迎えたが、序盤から黒星が先行し、7敗と後がなくなってから5、連勝中の春馬富士に勝つなど連勝して、存在感を見せたが、照ノ富士に敗れて11日目に負け越しが決まると、 続く木瀬の里戦で寄り切られた際に、左足首を捻挫。残り3日間を休場して、結局3勝に止まった。5月場所は、東の11枚目に番付を落とした。先場所の怪我の影響を隠せず、初日から6連敗、中日の時点で1勝7敗と後がなくなった。しかし、そこから5連勝と持ち直し、14日目に、新入幕の大野章に敗れて、 負け越しとなったものの、千秋楽は勝利して7勝8敗と負け越しを一つで抑えた。6月8日、元客出場無印のモンゴル人女性と1月に結婚したことを明かした。子供は5人以上欲しい。まず相撲をもっと頑張らないといけないと意欲を語った。約2年間の遠距離恋愛の末、2017年1月場所後、夜空を飛ぶヘリコプター内でプロポーズ。 どう言おうか考えていて、夜景は全く覚えていないと、照れ笑いした。9月場所は6日目から発熱により、体調を崩しも12日目に勝ち越し。この場所は9勝6敗で終えた。西前頭5枚目で迎えた11月場所は、中日を終えた時点で7勝1敗と好調だったが、そこから1勝しかできず8勝7敗と一つの、勝ち越しに止まった。 2018年3月場所は番付運に恵まれ、2枚、半上昇で自己最高位を更新する、東前頭2枚目で迎えた。自身初めて初日からの上位戦となったが、場所前に足を痛めた影響もあって一勝もできない、まま中日負け越し。9日目の宝富士戦で初日が出たものの2勝13敗と大きく負け越した。場所後の春巡業は、 初日からの休場が発表された。番付を東前頭12枚目まで落とした5月場所も序盤の出遅れが響いて12日目に負け越しが決定。しかし残りを3弦以上として一つの負け越しに抑えた。番付を半枚落とした7月場所も初日から後連敗するなど出遅れ5勝10敗の成績に終わった。稽古はまだできる状態じゃないと語る中で迎えた。 9月場所は13場所連続で務めた幕内から、陥落し、東重量筆頭の地位となった。12日目からの休勤相撲を3連敗としたが、先週楽に勝ち越しを決めて一場所での幕内復帰を確実にした。しかし11月場所では途中休場となり重量へ、また陥落した。2019年は番付をさらに下げ、2019年、11月場所時点では、 東幕下8枚目の位置にいた。怪我の影響により11月場所は全休となった。2020年1月場所も休場していたが、13日目に引退を表明した。午後の引退会見で、上を目指せる気持ちや体の状態ではなく、このまま申し訳ない相撲を取ってはいけないと思った。2年ほど、前から思うような稽古ができなかった。膝は、手術をしたが、 関節は良くなったが痛みが抜けなかったと引退の理由を説明した。場所中に師匠と話し合って決断したという、思い出の一番として4度目の重量で初めて勝ち越しを決めた2014年1月場所14日目の玉飛鳥線を挙げ、泣き崩れて喜んだ思い出があると話した。また、上述の通り2017年1月場所にて、 20日を合わせであった白鵬に対し金星を獲得して、以降、白鵬との対戦はなかったため、自身は、昇天狼、高野岩に次いで、幕内で白鵬と対戦して、金星を挙げたまま引退した力士の3人目となった。なお、偶然にも3人と、物最高位は、前頭2枚目であり、三役には届いていない。2018年5月場所で、 年寄り襲名条件である重量、幕内通算30場所を達成していたが、日本国籍を取得しなかったため、境会には残らなかった。2020年4月の報道では、震度が未定となっており、峰崎部屋にコーチとして顔を出していると報じられている。断髪式は、当初2020年5月31日に、実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 延期となり、2021年2月23日に、両国国技館で行われた。断髪式では、あらわし本人の要望により、関係者以外の来場者でも希望すれば、ハサミを入れることが認められたため、式の終了時刻は、予定より1時間以上も遅くなった。断髪式を得た時点でも、まだ進度は未定であるが、日本で生活する意向を示している。特異種は、右4つ。 より、上手投げ。貝時代は、体重が 110kg 程度であったため、足癖など様々な技を駆使して、勝ちに行ったが、関取に昇進してからは、離れて取って、素早く動き、手繰りを生かして、叩きや取っ,ったりで、勝負できるようになった。2016年以降は、右四つからの寄りが強くなり、2017年、3月場所前の座段階で雷が、右四つに組めば、 横綱をも寄り切れるということですからねと2017年1月場所で白鵬から金星を獲得したことを例に出している。同じ座段階で鉱山はもともと白鵬のミニチュア版というか体も柔らかそうだし右四つの踏み込み方もどことなく似ていると形容しており同時に前は軽いイメージがあったけどもともと持っていたうまさに加えて重さも出てきましたね。 それによって、前にも出られるようになったと評している。一方で、胸が合うと、馬力の差が出るため、上手を狙いに左に動くことがある。広角下で知られる、アイドルの山根地下など、著名人の中にも派手な投げ技に注目する人物が、いる。2017年、7月場所などは5秒以内で終わった相撲15番中11番、3秒以内が4番で、あったなど、相撲の速さに、 磨きがかかった。立ち合いのあたりで流れをつかまないとあまり強くないようであり、2017年11月場所9日目の土地王山戦で敗れた際には自分の力負け。立ち合いで当たれず無理に出て行ってしまった。前に前にという気持ちが強すぎたと振り返っている。ありがとうございます。